どうも、お疲れ様です。空手キット、ベストキットの4ね。これはね、前作のワンツスリーとは違って、宮城の主人公たる、まあ、なんと言いますかね、貫禄が出てきたかなというところでございます。まあ、作品としてはこれで終わってしまうんで、まあ、ちょっと心残りなところはあるんですけどね、やっぱり続いてほしいなぁと思う反面、まあ、これで終わってよかったのかなという気もします。はい。で、ストーリーなんですけども、ネタバレになっちゃうんで全部は言えませんが、あの、 主人公は今回女の子なんですよねで高校に通う女の子ひょんなことから宮城が面倒を見るようになったんですよねでこの宮城っていうのはまああの30年前ぐらいのこれねストーリーなんですけども宮城はあの太平洋戦争に参加した、うん、軍曹ぐらいの、まあ、あ地位のある兵隊だったんですよね、まあ、それで戦友たる友人がいたんですけども その友人の、まあ、娘さんということが、なんとなくわかるわけなんですよ。で、宮城は戦争中に、実はね。あの、まあ、いろんな辛い思いがあって、その中で。奥さんと。出産。を。直前とした。お子さんをなくされるんですよ。まあ、これは、本当に強制収容とかね。その辺の、非常に。戦争。のある戦時下ならではの、すごく。厳しい状況だったんですけども。宮城は戦地で。 その不法を知るんですよね。まあ、どうすることもできずに、まあ、悲しみだけがあるということはこれ前作までで語られているんですが今回はですね自分の娘がもし大きくなったらこんな感じなのかなっていうふうなことを思いながら育っていくところが言葉には出てないんですけども随所随所に受け取れるんですよね。まあ、ですんで前作までのストーリーをしっかりと 噛みしめた人が宮城の気持ちになって見ていくとあきっとここでそういうふうな思いだったんだろうなっていうことが分かるというものになっていますそしてこの女の子も実は両親を亡くしてるんですよね両親を亡くした中でいろいろと腐っていたんですけども宮城に空手を通じて全の心を通じて、まあ、自分のね両親の面影を見るわけなんですよ、まあ、もちろん、宮城は有たる、 その友人がですね、この子のお父さんってこともあるんでそれもあるんでしょうけどもね、うん、宮城はその友人に空手を教えたその友人は私に、まあ、ダンスを教えてくれたみたいなことをして実はこの子が彼氏ができてねダンスパーティーに行く時に、まあ、ダンスが踊れないって言うんでねダンスを教えてあげるんですよねそれはまるで自分のお父さんが娘に宮城を通じて教えてあげるような、まあ、そんなところを汲み取ることができます、まあ、その辺りがね このののキッドパート4の見せ場なのかなかいいう,うに思いますねで宮城がこの女の子と修行に行くお寺があるんですけどもそのお寺のお坊さんも結構ユニークな人が揃っていてね一見硬いんですけどもものすごく面白い、えー、キャラクターが揃っていて、まあ、それがこの物語にちょっとねあのユニークさを与えているかなっていうところがありますそしてラストシーンなんですけどもこれはね当時多分公開されていたロッキー5のオマージュなんじゃないかなと思いますね そうなんですよ今回はね「空手キットって書いてますけどもストリートファイトで物語が終わるんですよ。ね、公式な試合ではなくってもうほんとなんかこう桟橋の暗闇の中で、うん、まあ卑怯なねやつらがこう襲いかかってくるとまあそこがね見せ場なんですよ、うん、最後にやっぱり、まあ、宮城の出番だったんですよね悪いやつらを叩きのめして。 去っていくところで、ラストシーンということになるんですけども。なんともね、なんかこう。次の作品がないのが。非常に残念だなと思わせる。そんな作品になってます。この物語があったからこそ。まあ、宮城。っていうね、このおじいちゃんが。まあ、空手をやってきたことが、わかるみたいな。その心の。旅の締めくくり、それが。この空手キットフォーだったのかなと思います。まあ、あの、何度も何度も。 見て噛み締めるようなものではないんですけどもその分初めて見る方にはものすごくいい作品に映るんじゃないかなと思いますねはいまあ本当にこれは前作をねしっかり見た人におすすめですねもちろん前作との関わりは全くないんですけども宮城の気持ちに感情移入しようと思ったらやっぱりねあの前作これを空手キットのワンズする見ていくのがよろしいかと思いますうんまあそのくらいしか言えるのははいじゃあ 以上ですか、うん、なかなかこれもいい作品でした。あの親子愛にあふれてるといいますかね。うん、なんかこう作品を見終わった後に、にやっぱ家族って大事にしないといけないなと思わせるような部分が結構ありました。あちなみにねちょっとねひいきれになってるところが結構あって伏線回収できてないところが、うん、その辺はねいろいろ感じるところがありますんで私の方からちょっと控えさせていただいて是非作品を見てあここだろうなっていうふうに思っていただければと思います。 それでは、カラテキット4でした。ありがとうございました。